はい、です。今回ですけども、今回の方はね、ちょっと、これもまた緊急でね、動画撮ってるんですけど、まあ、サムネタイトル見てもらった通り、昨日のね、動画の関連になってる動画なんですけど、ちょっとね、これ多分、あんまり編集ができてない状態で動画出すと思うんで、そこだけはね、ちょっと、ご了承ください。昨日の動画出したんですけど、こちらの動画で、今、1日経ってないで、1.5 万以上再生されてて、まあ僕もね、ある程度この動画の中でも言ってる通り、その数字稼ぎだっていうね、風に言ってると思うんですけど、まあその僕が思ってる以上に再生されてるんですよ、今。本当に予想以上に再生されてて、なんか僕もね、その YouTube やってきて、ある程度この動画ここまでいくだろうなとか、この動画もう少しもうちょっと伸びるだろうなみたいなことがもう大体把握できるんですよ、分析できるんで。多分昨日上げた動画はおそらく今の調子だと3万回再生ぐらいはいくかなと思うんですよね。だからちょっとね、昨日の動画でもう名前募集中さんのね、ことは触れませんって言ったんですけど、僕もね、その気が変わってやっぱり触れていこうかなと思います。うん、別になんか結局はそのなんていうんだ、自分が一番というかさ、僕も動画伸びた方が、そのなんて言うんだろうな、気合が入るというかさ、そのモチベーションが上がるというか、そのプラスな気持ちになれるんで、別にね、僕は名前募集中さんをその蹴落として動画をね、伸ばしてるわけじゃないんで、別に名前募集中さんのことを、今起きてることについていろんな僕の考えを言って、その動画が伸びてくれてるっていうことなんで、別にこれはなんて言うんだろうな、相手にも別にマイナスにならないし、だから別にこれはいいんじゃないかなと思って。これがね、相手を蹴落として再生数を上げるみたいなことをやってると、僕もね、なんかちょっと気持ち悪い感じなんですけど、そういう感じじゃないんで、ちょっと、少し、このね、名前募集中さんの一連の騒動が終わるまで、ちょっと考察していきたいなと思って。でも別にこれは、名前募集中さんの件の動画が連続でね、これから上がっていくっていうわけじゃなくて、それもね、僕的にも嫌なんで、まあ、今回ね、ちょっとね、急遽、昨日の動画のね、伸びがすごいんで、急遽2日連続でね、2日目も撮ってるんですけど、明日はね、別に違う動画を出すつもりなんで、そこはね、もう動画撮ってるんで、それはまた楽しみにしててほしいですけど、今日はちょっと、もう一個ね、お話ししたいことがあって、撮ってます。はい。マジで、予想以上にあの動画が伸びてて、本当に、なんでだろうね。僕が話してるだけなんだけどね。まあ話題性っていうのも一個あるんだと思うけど、そのなんて言うんだろうな、動画のさ、そのサムネとタイトルだけで伸びるっていうわけじゃないんだよね、 YouTube って。動画のね、中身、そういうのが良かったらアルゴリズムで伸びていくから、そのね、中身がね、まあ良かったのかっていうか、まあ視聴者さんからも評価されて伸びてるんで、まあそのね、僕のね、力でもあり、視聴者さんのね、力でもありみたいな感じでね、僕的にはすごい今いい感じに伸びてくれてて、まあまあまあ、だからね、それはもうこれは続けていこうかなっていう風に気持ち変わったんで、ちょっともう一回撮らさせてもらうんですけど、ね、でなんか昨日名前募集さんの動画でなんか次は寿司を食べる動画があったんですよ。なんかその寿司24時間生活みたいな、そう、それでなんかコメント欄とかみんなの中ではなんか1日目がその物議を醸し出し始めた動画の1個目がタコだったんですね。そのタコのタで、次の2個目が寿司の酢で、これってもしかしたら助けてみたいになるんじゃないかなっていう風になんかみんなでなんか話題になってて、でまあ今日の動画僕はまだ見てないんですけど、でこれがもしかしたらケだったとするじゃないですか。これのケだった場合ってその多分みんなどっちかに意見分かれてくるなと思ってて、ケだった場合、じゃあ一つ目が、もうこの助けて、もうこの名の通り、本当に誘拐されてるんじゃないかみたいなことが一つ。で、もう一つが、なんか今でもちょっと、あ、これネタだなみたいな、思ってる人が増えてきてるんですよ、コメントとかでも。で、そう、だから逆に、なんて言うんだろうな、助けて、もうこのケまで行っちゃうと、なんか逆にもうこれネタなんじゃねみたいな。そう、そうやって仕向けてるんじゃねみたいな、僕がその1個目の動画で見た通り、その戦略的にやってんじゃねみたいな、話題を作るためにっていう、逆にそのそこまで行っちゃうと怪しまられるみたいな、っていうその2パターンに分かれてくると思って、僕はどっちかっていうとこっち側なんですよ、後者側なんですよ。でそのネタなんじゃねって思いました昨日の2本目の動画を見て。正直誘拐されてたら動画出せますかって話なんですよね、そもそもね、そこなんですよ、僕思ったのが。
で、例えば誘拐する側の人たちが名前募集中さんのことを知ってて、じゃあその誘拐したやつらがそういう動画を出せって言ってるのってあんまり俺ありえないんじゃないかなと思ってて、どういう意図でそれをやらせてんだろうみたいなことも思っててさ、だってさそんなさあからさまにさそういう動画出したらさこういう誘拐されてるんじゃないかっていう話題がさ出てくるのってもうバカでもわかるじゃないですか。だからそんないちいちそのバレるようなことを誘拐する側がするんでするのかっていう話なんですよね、そもそも。だからもうなんて言うんだろうな、正直もうここまで来るとネタしかないなと思ってて、でもそこのじゃ逆を言うとこのネタをやる意味があったのかっていう、名前募集中さんはね、あの人は多分ね TikTok のフォロワーも30万ぐらいいってんのかな、まあその今の話題性でガーンって伸びたのかもしんないけど、ある程度そのフォロワーもいて、あの状況の中でそんな何ことをやる必要があったのかっていう、だってあれってさもしネタだったらさあよかったって思う視聴者もいればはって何こいつみたいな、なんでこんなことして俺ら私たちのことを裏切ったのみたいな、そうやって思う人も少なからずいると思うんですよ。だからいちいちこれをやる必要があったのかって言われると、まあ、確かにそれもあるなって思うんですよね。だからほんまにちょっと分かんなくなってきた。あんまりそのね1本目の動画でその触れない方がいいっていうのも言って、まあ、それが一番ベストなのかもしれないけど、僕はねそう気持ちがちょっと変わって、あんだけ動画伸びてくれると僕も嬉しかったんで、ちょっともうまた出そうじゃないかということで、多分ねこの動画をね見てね、そのおいまたこの名前募集中さんの動画かよってね思う人もいると思うんですよ、僕の子さんの方でね。そうだからそれはその方に関してはまあこの動画もね楽しく見てくれてる方もいれば、違う動画見てよって思ってくれてるねあの人もいると思うんですけど、まあまあそれはね明日から また別の動画出して、でまたねどんどんねその状況が変わり次第というか、その都度、名前募集中さんの動画も出していこうかなと思ってて、多分僕が YouTube の中だったら名前募集中さんの動画を出してる人の中で僕が今一番伸びてるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんですよ。すいません、これはね僕のその調べて詳しく調べてないんであまりわかんないんですけど、大体結構名前募集中さんの関連の動画の中だったら僕は結構そのおすすめとかされてるんですよ、 YouTube の中だったら。だからこれはもう僕が増えていくしかないなと思って、このチャンスというかさこの機会を別に他に譲るのもなんかもったいないしと思って、だからねもうこれはもう俺がやるしかないなと思ってちょっとやってるんですけど、そうだから今の状況の中で僕が考えれたのがその2択、もう本当にどっちか分かんなくなってきたみたいな。1個目の動画だけだったらちょっとまあ誘拐されてるんじゃねみたいな方が大きかったんですけど、なんか2個目の寿司の動画出してからちょっとこうなりつつあるなみたいな、どっちか分かんなくなってきたぞみたいな。で3つ目の動画って今日出されると思うんですけど、それが違う動画だとしたら、その普通に多数毛の何も関連しない動画だとしたらもっと分かんなくなる。でも毛だったらこれ誘拐されてんのかっていう人もいると思うし、逆にネタっていう人もいると思うから、もうなんて言うんだろうな、分からん、正直。当事者にしか分からないことだと思うね、これは。だから僕ははっきりこれなんじゃねっていうのも言えないし、だからちょっとまあ見守りながら、僕の意見も言いながら、ちょっとなんかエンタメに消化しながら動画をね撮っていきたいなっていうふうに思ってるんで、まあちょっとね今回もね話すだけの動画になったんですけど、まあこれもこれでね、まあ見てくれてる視聴者さんもね結構いるんで、まあ僕はねちょっとまあそれにね答えようということでね動画をね。まあ撮るんですけど、これからもまあいつも通りの動画もね上がってくんでね、まあ皆さんね昨日の動画でね僕のことを知ってくれた方もいて、登録者もね結構今順調にその動画からもね増えたりして、まあその動画以外からもね増えたりしてるんですけど、まあ皆さんねこの動画もね新規の方もしいましたらね僕のね他の動画もね見てもらったらね僕のね魅力がね伝わると思うんで、ぜひぜひチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいなと思います。そしてねあとね高評価はマジで大事、ほんまに高評価大事だから高評価もね押してほしいで、よければまあコメントとかもしてくれたら嬉しいなと思うんでね、はい、そこはちょっとまあお願いします。なんでちょっとね今回は昨日の動画がねこれは伸びるだろうなとも思いながらも動画出したんですけど、予想以上にね今順調に伸びてるということで、もうその嬉しさのあまりまた2本目を出しちゃいましたということで、また明日からね別の動画出したり、まあそのもしかしたらこういう動画もねまたどんどん出てくる可能性もあるんで、これからもねぜひぜひ見てくれたらなって思います。はい、まあ昨日の動画もねまだ見てない方はね概要欄にリンク貼っとくんで、まあねその名前募集中さん考察家動画第2話ということで、この動画ね終わりにしようかなって思います。ねこの動画ねまあその最初にも言った通りノー編集で、僕もねこの動画ねギリギリまで撮るか撮らないか迷ったんですけど、そのもう触れないって言ったのに
また触れてたらどうなんだろうみたいなこと思ったんだけど、まあその気持ちが変わったらさ、僕も結構その気持ちがいろんな場面で変わったりして、その変わりつつその変わった時の気持ちのまま動くんで、まあこれはもう僕にとってプラスになるんじゃないかなと思うから、ちょっとね2本目も撮らせてもらいました。ということでね、今ね話題になってる名前募集中さんの件の動画2本目ということで、まあ、3本目4本目いくつね上がるか分かんないんですけど、その都度その都度期待してね待っててくれたらなって思います。すいませんね、動画ノー編集なんで、その急遽出したんで、これもノー編集でもね、ノー編集なりのリアルさもね伝わると思うんですよ。たまにはこういうノー編集の動画も出してもなんか親近感湧くかなと思うんで、まあまあまあそういうところもね感じてもらいながら、この動画ね、まあ、最後まで見てくれた方はねほんまにありがとうございます。ということで、じゃあ今回がね、今日は終わりたいと思うんでね、また明日のね9時動画が上がるんでね、毎日投稿中なんでね、明日はねこの動画関連じゃなくて別の動画が上がると思うんで、皆さんねご期待して見てもらえたらって思います。はい、というね、じゃあ今回ねこんな感じで考察第2話ということで終わりにしたいと思います。またねこの動画もねめちゃくちゃ伸びてほしいんで、ぜひねまあ何らかのリアクションもねほんまにお願いします。ということでありがとうございました。